皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。初場所ですね。本場所を迎えたいと思います。さあ今回ね、その前回も言ってましたけど、薬師さんの横綱昇進がかかってるというところですね。まあ、富野小さんもいい位置まで来ましたね。上半身がねちょっと伸びきらんかったのが残念なところですけどね。はい、お、言うこと聞いた、珍しい。薬師さんが 早めからね言うこと聞かなかったね。お、で富野小路さん、いきなり関脇と当たるんだ。はい、初日ですからね、全員見ていきましょう。いきなり富野小路さんからですね。はい、ゲイプナダさんですね、関脇の。おお、すくい投げ、いきなり。おお、うまい。突き落とし。強いね、やっぱり。はい、五駒さんは塩見岳さんが初日のお相手ですね。小手投げか。2発来た。3発来た。で首投げ、うまい。これはうまいね。はい、木上さん、徳之峰さんが初日のお相手ですね。さあ前回ね優勝してくれた木上さん、下手した大関昇進ありますからね。さあ追い込んで、そのまま突き出し。はい、薬師さんは初日浦風さんとですね。おつけ好きよねよくおつけてる姿見ますよね。張り手一発から押し倒し。薬師さんも初日出ましたね。はい、北王子さんは初日山吹さんとですね。お、綺麗な上手投げ決めましたね。はい、片木原さんは初日は八郎型さんとですね。さあ今日は押しに行ってそのまま追い込んで寄り切り。六角さん、初日は高輪さんとですね。はい、ということで、素晴らしいことにね、重量は今回ゼロですからね。あ、立野花さんが勝ち出してますね。ラオウさんは？ラオウさんも勝ってる。はい、ということで全員勝ちでスタートですね。では2日目いきましょう。あ、いきなりドモン対決が発生してますね。薬師さんが今回ねパラ1個も上がらんかったのが非常に残念ですよね。逆に六角さんがもうあんだけ来てて持続力3つ上がったのにはちょっとびっくりしましたけどね。さあこれはドローン対決以外はスキップになりそうだね。里見の浩二さん、ここはね通らないといけない関門ですね。これから上を目指すんだったらね。はい、同門対決ですね。富野浩二さんと小町さん、これだけだね、2日目で見るのは。おお、接戦だ。お、まず動いたのは富野浩二さん。頭突き2発ついて、おお、突き
倒した富の声さん勝ちました。先上げさんは塩の実さんですね。まあ、2日目なんでごめんなさい、ちょっと端折っていきます。薬師さんは山吹さん、北尾さんは浦風さん、片木原さんは高輪さん、六角さん八郎型さんとですね。あーまたね、全員勝ってますね。まあ、まだ上位陣でね、荒れてんのはいなさそうですね。ああ、伊達の花さんが大小金さんに負けてる。ラオさんは勝てるね。はい、こんな感じですね。では3日目いきまーす。あ、たまちゃん2連勝してる。あ、高野奈美さんとね。今回幕下が3人だから結構回転は早いですよね。富野浩二さんが結構上位陣と当たっていくね。はい、富野浩二さん、小結びの玉ヶ岳さん、玉ちゃんとですね、2連勝同士の一番になりました。そう、この足技はね、結構怖いですよね。富野浩二さん、耐えましたけどね。あ、追い込んだ。突き出し。富野浩二さん、3連勝。さあ、ここまちさんは立ち錦式さんですね。で、けやけさんが八尾島さん、薬師さんが八郎型さん、北尾さんが高輪さん、片桐さん浦風さんで、六角さんが山吹さんですね。あー強いね、やっぱり。伊達の花さん2連敗、ラオさん逆に3連勝か。十両であと目立ってる人は、お、荒磯さんってなんだっけ。何回か見てるかな。はい、3日目はこんな感じですね。では4日目いきましょう。あ、五枚さんが下と当たり出したね。片桐さんはもうね、勝ち越しさえしてくれればね、十分ですよね。今年いっぱいなんで。富野浩二さんも下と当たってる。いい感じですね。はい、富野浩二さんは1勝2敗の尾瀬力さんとですね。これ全員パスかな、今回は。五駒さんはこちらも1勝2敗、清流山さん、木上さん、東崎森さんですね。ああ、1勝2敗が多いですね。で、薬師さんは3連敗中の徳の峰さん、北尾さんは塩の実さん、大体上位のこの辺は3連敗が多いね。片桐さんは八尾島さんで、六角さんは大崎山さん。あ、北尾さん黒星ついた、救われてる。で、木上さん、ああ、はたいてるんだ。へえへえ。で、富野浩二さん突き出しと。あ、伊達の花さんが小手投げね。あ、ラオさん寄り切られてる、木曽駒さんに。はい、4日目終了しました。六角さん、片木原さん、薬師さん、木上さん、富野浩二さんが4連勝で、北尾さんと五駒さんが3勝1敗というところですね。
エブナさんが2勝2敗なんですね。ではこの感じで5日目いきたいと思います。あ、めっちゃ早く終わりそうやな前半戦。ちょっと迷ってるのはね、8日目できるか9日目できるかでもまあ早いからね、普通に8日目で切っちゃってもいいかもしれないね。後半戦もそんなに、あ、でも後半戦になるとそうか、上位陣の取り組み同士が出てくるから見た方がいいのか。10日目まで、あ、9日目まで引っ張るかよね。はい、富野浩司さん1勝3敗の綾波さんとですね、ごこましさん4連勝中の不破の国さん、けあげさん、浅野方さんですね、お相手は2勝2敗、薬師さんのお相手は塩野美さん、現在1勝3敗、北尾さん、徳之峰さんですね、お相手4連敗中、片桐原さん、大崎山さんとですね、こちらもお相手4連敗中で、六角さんが八尾島さん、こちらも4連敗中ということですね。あ、片桐原さんがやられた、上手出し投げで大崎山さんに、やっぱり衰えるとこの辺がね食らってしまうんでしょうね。で、けあげさん、ごくましさん、あ、富岡さん切り返し使ってるんだ。で、重量は、あ、伊達の花さんがまた負けちゃってるな、まだまだなのか、そんな感じなのかがよくわかんないですけどね。まあ、片桐原さんはしょうがないとしてね、はい、3日目いきましょう。まあ、薬師さんとか各着実にね、重ねていってますね。六角さんで、片桐原さんは、上と当たらないね、やっぱりね。はい、富野浩司さん1勝4敗の大食い魂さんね、ごこましさんは萩野月さん5連敗中ですね。木上さんは1勝4敗の若しぐれさん、薬師さん5連敗中の八尾島さん、北尾さん1勝4敗の大崎山さんで、片桐原さんが5連敗中の徳之峰さん、六角さんが1勝4敗の塩野美さん、片桐原さん2連敗、徳之峰さんに桁ぐらえてる。で、けあげさんが下手投げ、ごこましさんが突き出しで、富野浩司さん突き落としね。重量は、あ、ラオウさんがやっぱりかなり勝ち星稼いでますね。はい、3日目終了しました。六角さん6連勝、片桐原さん4勝2敗、北大路さん5勝1敗、薬師さん6連勝、木明さんも6連勝、ごこましさん5勝1敗、富岡さん6連勝。他6連勝は、まあ、大関3人と高野奈美さんか。たまちゃんが5勝1敗で復調してますよね。で、重量は伊達真さん3勝3敗。で、ラオさん5勝1敗。全勝してるのは木曽駒さんだけか。荒磯さんが6連敗ね。はい、上位陣そんなにまだね、荒れてないですね。まあ、片桐原さんはしょうがないとして、ね、では7日目いきましょう。あ、片桐原さんとだ。薬師さんは大関同士の一番になりますね。あ、六角さんが荒藤さんとだ。北尾さんが立川さん、ね、富野浩司さんは下戸だね港川さんか。
うん、ここの画面までね、やっぱり引っ張っちゃいましょう。富の声さん、2勝4敗の湊川さん。五駒さん、4勝2敗の猪苗代さん。薬師さん、我流さん、6連勝同士、なおかつ大関同士の一番となりました。残った。ああ、我流さんの絞り込みか。残った。おお、追い込まれる。よいしょ。釣りは失敗。そのまま。ああ、追い込まれた。押し返す。薬師さんがまだ全然技が発動しない。はたいたー、薬師さん勝ちました。はい、北王子さん、6連勝中の大関立ち風さんですね。まだまだ北王子さんもね、もう1回か2回ぐらい優勝してほしいよね。おお、綺麗な上手投げ。はい、片桐さんと木上さんは同門対決。片桐さんが4勝2敗、木上さんが6連勝中での1番。あ、木上さんもね、昇進かかね、薬師さんが上がってくれればね、木上さんも上がる可能性あるからね、そのまま。うわー、打てなし投げ。片桐さん3敗目か。はい、六角さんと荒牛さん、こちらも注目の1番、6連勝同士ですね。この辺7日目ね、前半戦の山場でね、星の潰し合いが発生してますけど、さあ六角さんがもう一気に優勢。おお、荒牛さん粘る。おお、三つか、真ん中戻ってきた。巻き返したけどね、珍しく。すぐ捉えるね。巻き返しても、よったー、六角さん7連勝。五駒さん首投げ。あ、富の声さん突き出しね。重量は、あ、ラオさんがやっぱり強いね。で、木曽駒さんがびっくりの、あ、でも今日黒星ついてるわ。はい、ではこんな感じですね。7連勝が1、2、3、我が部屋が4人、他はナルトナミさんだけかね。はい、ではそのまま8日目いきたいと思います。あー、木上さんが六角さんとか、薬師さんが立ち風さん、大関同士の一番だね。前半戦、まあ8日目だから日曜日になるのかな。初日がだいたい日曜日スタートなんでね。まあ、これが多分配信してるのは、前半戦だから火曜日か土曜日になるんですけどね。はい、富の小路さん勝ち越しかかってますね。1勝6敗のメーカー萩野月さんとですね。危ない、ケタグリー。突き落とし、いやー、突き出すんじゃないんかいっていうところですけどね。メダタック8連勝。
ごこまちさん3勝4敗の玉小金さんですね。これはパスします。薬師さんも勝ち越しかかってますが6勝1敗大関立ち風さんとの一番。おー、瞬殺下手出し投げ、薬師さん8連勝強い。北内さん、ガリュウさんと6勝1敗同士ですね。これほんと北王子さんいいタイミングで上がってくれたからね。わあ、上手投げか。北王子さん投げられた。はい、片桐さん、大関の荒藤さんですね。ワイター6勝1敗。北尾さんつけばまだ、あ、北尾さんじゃない、片桐さんつけばまだいけるはず。うん、そうそうそう、追い込んだ。頑張れ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 。上手出し投げ決めた。おお、荒藤さんを投げた。はい、六角さんと木上さん同門対決、しかも全勝同士ですね。さあ、前回優勝の木上さん、六角さんをやり込めれるかどうかだね。まあパラの伸びはねないけどな、六角さんがじわじわいく。お、真ん中戻した。六角さんがちょっと押され気味になってきた。あ、でもね、先手ずっと終わってるのは六角さんよね。さあ、またじわじわ追い込もうとするけど、木上さんの反撃。おお、六角さん追い詰めた。送り出しをこらえられた。六角さん強いね、やっぱり。北尾さんがくるっと回っちゃいましたね、上手投げで。で、富野子さんが8連勝とね。あー、重量はまだまだね、ピシッとした人がそんないなさそうですね。はい、9日目まで行きますね。8日目終了しました。六角さん、薬師さん、富野浩二さんが8連勝、その他8連勝はナルト並さんだけですね。片桐さん5勝3敗、北尾さん6勝2敗、木上さん7勝1敗、五駒さん7勝1敗で、重量ちょっと見ときましょうか。伊達の花さんが4勝4敗かで、ラオさんが多分7勝1敗でしょう。あ、そうですね、7勝1敗があと竹野内さんと諸瀬戸さん、越吹雪さん、あー、4人いるんですね、今。本当だったら手の穴さんもうちょっと勝って上に上がらないかんはずなんだけどね。はい、では前半戦ラストの9日目いきたいと思います。秋上さんと薬師さん、この辺もね見どころですよね。横綱対大関のね、陣が多いね。で、富野浩二さんは下と当たって連勝街道をまた進むという状態ですね。はい、富野浩二さんは5勝3敗の不安の国さん。五駒さん勝ち越しかかってますね。5勝3敗の正木さんとの一番になります。首投げ2連発目、2発目が入った。はい、木上さん7勝1敗、薬師さん8連勝の同門対決。お、薬師さんが全然技を使ってくれないね、神様と言われながらも。追い込んだのは薬さん、木薬さん粘る。
動かねえ、すげえあんだけ先手取られてんのにね。寄り切る、薬師さん9連勝。北落さんと荒星さんは6勝2敗同士の一番ですね。ちょっとここのここね、2場所ぐらい精彩書いてるからね。まあそ先場所もギリ勝ち越しやったからね。ああ危ない。北尾さんもろ差し入ったけど、また今度隙が生まれるんだよね、張り手入れたら。さあ今度は追い込んだけど、ああ荒星さん押し返す。差し替わんない。おお、アロイさんの言ったコンボは決まらなかったけどね。真ん中で固まった。わあ、狙われてた、上手投げ。はい、片桐原さん5勝3敗、ガリュウさん7勝1敗ですね。ガリュウさんがまだまだ衰え知らずというところかな。あー、突き落とし失敗、惜しい。あー、追い込まれた。追い込まれた、片桐原さん。あー、5勝4敗になっちゃった。はい、六角さんは大関、立川さん、ホワイトは6勝2敗。じわじわ出てくるね。さあ真ん中戻して、あー六角さんの3つ目入った、そのまま、あー押し出す、六角さん強い。片桐原さんがやばいな。北部さんもね、2場所連続でちょっと精彩かきそうな感じだね。まあ負け越しはしてないけどね。薬師さんが強いね。で、富野浩二さんも連勝街道進んでる感じか。あ、ラオウさんが浜の内さんに投げられてますね。はい、前半戦終了しました。9連勝が、我が部屋六角さん、薬師さん、富野浩二さんで、あと他はナルトナミさん、この辺は変わってないね。あ、タマちゃんがもう早くもね勝ち越してますね、8勝1敗で。で、片桐原さんがちょっと5勝4敗でね、やばくなってきたね。で、北尾さんが6勝3敗、木上さんが勝ち越しリーチの7勝2敗で、小林さんが見事勝ち越して、まあ、早くも勝ち越してくれましたね、8勝1敗ということですね。木上さん大関狙いたいのにね、これ以上は負けられないところですね。立川さんとゲイブナートさんが6勝3敗か。やっぱり三役行く人はそれなりに強いですよね。で、十両は竹野内さんだけが勝ち越した状態というところですね。はい、ということで、前半戦ここで、終わりたいと思います。まあ優勝戦線は、まあ、9連勝の3人で、まあいっぱい力士いますけどね。まあちょっと組み合わせ次第っていうところかな。富野浩二さんがどこまで頑張れるかっていうところですね。その辺も、お楽しみにしていただきたいところですね。あとは薬師さんがトントン拍子で横綱上がってくれる可能性がね結構高くなってきましたね。まあ、その辺含めてまた次回とさせていただきます。ではご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。